おお。で、みんなキャラクリエイト終わった？はい。OK です。はい。ハンドシミュレーターみたいな肉体してますね。うん。そう、俺も今日、裸の男めっちゃ見んなと思って。え？うん。裸見るな。何するゲームなのこれは。なんか投げてる。めっちゃ投げてんじゃんこれ。とりあえずなんか投げてるんだけど、バスケットゴールに靴入れる練習しといて、うん、そこで。あ、そういうことですか。これで練習するの。あー、すごい。俺これバスケのゲームだから。え、そうなの。絶対違う。どんなとこでバスケしてんだよ。だとしたらみんないる。みんないる。始まった。あれもう、あれないんだけど。俺もう、ま、投げれなくなっちゃった。え、誰かいる。ここに。あれお兄ちゃん。お兄ちゃんなのこれ。ちゃんともお兄ちゃんじゃん。もうおい貴様ら。そう、あれ、まあ、来た、なんか来た、声がする、声がする。始まってそうそうわちゃわちゃするな。みんな袋で揃うんだよ。みんな、なんでお前ら、なんでそこで被るの。打ち合わせしてないのにそんな被る。すごいな。俺がキャラクリエイトしてしといてくれっつって酒作って戻ってきたら、なんでお前ら全員アフロなんだ。奇跡、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 奇跡が。てか、トムちゃんと俺ほとんど一緒だから。本当だ。一緒。教官だけ服着ててずるくないですか、なんか。確かに。当たり前で、お前、なんでラーなの？本官は警察官だぞ。お前らみたいな猥褻物陳列罪犯せるか。でも警察官、俺たちとなんか服装めちゃ似てますけど、ね。確かに似てますね。タンクトップ着てるから。タンクトップ着てるよね。本当だ。なんでガードするんですかそんな。どうやってそれ乳首触った今。乳首こうですね。あ、左クリックかな。左クリックで乳首、ねねね、もう今日は乳首触らなくてよいこと。これは皆さんキュウリという映画を知ってますか。はい、あ、知ってます。知ってますか。これそれ、あー、マジ、え、めっちゃおもろいじゃん。あ、そうなんだ。そう、まあ、簡単に説明すると、まあ、ちょっと前の映画なんだけどもね、はいはい、あのまだ当時有名じゃなかった映画監督がすごく低予算で斬新な、まあ、スリラーというかホラーというかそういう映画を作って世界中をね驚かせたという。どんな映画かと言いますと、まあ、こういう今いる場所みたいな正方形のキューブにである時目覚めた人々が何とかしてここから脱出する、隣の部屋、さらに隣の部屋、これはキューブがね、立方体がね、くっついた。おい、はい。いや、まだ大丈夫、首立ってました。はい、今日もやら、で、キューブの、まあ、そういう感じで立方体がずっとくっついて、うん、左下にさ、マップがあるでしょ。あ、本当だ。そういう感じでくっついてんのよ。これか。そう、で、上の階とか下の階にも行けるところがあるんだって。上にどうやって行くんだ。で、ジャンプして上には行けねえよバカだな、お前らは。本当にバカだな。もしかしたら自分たちの身体能力を信じすぎだ。あ、で、まあ、これで靴を投げたりね、できんの、こうやって。え、本当、どうやって投げたんですかこれ。これ G で投げて、 G 投げて、あった、靴を先の部屋に入れるシーンとかありましたよね。あ、そう、ね、本当だ。靴投げたりとかして、あ、危ない、まあ、靴が大丈夫だったら大丈夫だろうみたいな。確かに、トゲがスワンときたり、出口を目指していくゲームだ。なるほどね。え、なるほど。教官、これサイコロステーキとかになんないですか、大丈夫ですか。なってくれ、動画の撮れ高って。なってくれ、なってくれなんだ、そこ。なってくれ。で、HP もちゃんとあるね、右下に。なんだ、こう包帯取れるわ。包帯取っとくね。どこ、どこでやるの。はい、どうも。待って、俺たちの分、教官、俺たちの分ないですよ、教官。うるさい。やば。教官、行くぞ。では、今日からだ。進んじゃう、もう進んじゃう。嘘でしょ。開けます。あの教官鬼や、もう鬼や。え、やばい、なんかある。なんかある。よし、どうする、ノブ行ってみよう。あ、でも、まず、めっちゃおもろい。まず私が行きます。はい。お前、じゃねえんだ、靴の話したろ。あと、お前、靴片っぽどこやった。もうないじゃん。靴かっこノブ。あ、待って。ありがとう。どうでしょう。ということで、この3人で今日はこのゲームをやっていく。よろしくお願いします。お願いします。俺もいたはずなんだけど、ノブ一回戻ってこい。お前、え、何が起きた、ここにあったものが。え、大丈夫それ、進んでこう行っていいのこれ。あ、でもこれなんか赤いのあったのなくなってんじゃん。そうなの、ここにあったね、赤いのね。僕が爆発したのか。終わらせましたよ。おー、ちょ、ノブさ、この靴履いとけって。なんで片足履いてないの。で、ここはもうほらミニマップ見るとわかるんだけど、もう突き当たりだから開かないの。あ、確かに。あ、なるほどね。そう、こっち側にだから開かないんだ。だから、まあ仮にじゃあノブの方行ってみようか。 E を押して。ああ、おお、すげえ。うわ、これ絶対やばい。なるほど。これ絶対やばい。誰が入ってた。これ誰入って、これ誰、これ誰なの。あ、ちゃんと、ちゃんとね、まだ入ってないよ。まだ入ってない。
これちゃんとの、ま、これちゃんとの部屋じゃない、これ違うの、ちゃんとの家、違うよ、違うよ、ちゃんとの家なんじゃないの、マジ行っちゃう、ちょっともうちょっともうちょっと前に出てくる、だからこうやってどんな部屋だろう分かんないなってなったらまずこうやって靴投げんのよ、はいはい、なるほど、でも何もなさそうだなっつって、ここへ行けばもう大丈夫、本当大丈夫、本当大丈夫だな、それ分かんない、本当に、おほんまや、大丈夫だ、オッケーオッケー、大丈夫なんだ、なんか何も起こんねえな、なんだ、あんまり、うん、大したことない、靴なくしたらこのお兄ちゃんからもらって、お兄ちゃんからね、靴なくしたら、靴が、靴が、ちょ、この靴大事っすね、やっぱ大事だね、この靴ね、次行くぞ、おお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 、触んなきゃいけそうだね。いや、これでも確かめなくても、お前これは触ったらダメなの分かるだろ。靴の中で大丈夫だから、これ触っていいやつだよ。本当？触っていいかな。そういうことか。触っていいか。これ、さとみくんならいけんじゃない？え？確かに、ね。触らずに。さとみ触らずに。触らずにってことね。上上、さとみくん上。おびっくりした。何何何何何何それ。上に虫が来た。気持ち悪い虫いた。何？あれか、なんだあいつ、あ、でももう玉切れじゃね、ケツからなんか出してきたんだ今、あ、から爆弾みたいの、なんだ余裕じゃん、玉切れなのかな、ちゃんとまが言ってくんなかったら俺今頃死んでたわ、確かに言わなきゃよかった、頼むよ、なんでだよ、いや申し訳ないですよ、ヨネさんこれの顔うるせえすいません、本館、え、なんか喋ってる、喋ってる、あ、ほんとだ、あいつ喋ってるぞ、あいつノブか、え、俺喋ってるあいつ、触ったんじゃない、バチバチに、でも爆笑してんだけど、あいつ、え、で、なんかいるし、どうするどうする、話しかけてみる、じわるこれはなんか、でももう言っちゃうんだね、言っちゃうんだね、なになに、なんか爆笑してんだ、やばい、消す、やばい、消す、うわ、足だ、待って、ヨヘさん、これ大丈夫なの、これ肉片になったよ、これ YouTube 大丈夫かな、あ、待って、ここに包帯ある、あ、もらっちゃおう、ここか、ここもらっちゃった、あ、ここにもあるんだ、なんかね、四隅にあるっぽい部屋の、なるほどね、これはなんか取れるの、このマネキンのは、え、欲しい、これこのマネキン、ハンドシミュレーターじゃねえから、このマネキンどうやって使うのこれ、ハンドシミュレーター、後でなんかモザイクとかかけるのめんどくせえから、え、次どこ行く、もうあと、え、ちょっとさ、だって今端っこだもんね、これ壁沿いに行く、じゃあ、え、ちょっと待ってさ、はい、そっち行く、おっ、おっ、なんか赤い、赤い、いや、これ絶対やばいって、天井から出てきそう、うおぉ、うわ、なんだ、待って、え、なに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 、閉じ込められたよ、これ入ってたら閉じ込められてたってこと、そうだね、確かに、凍ってる、凍ってない、え、凍ってる、来ません来ません、あ、凍ってる、凍ってる、あ、凍ってる、バキバキってる、確定死ってこと、入った時期入ってたら恐ろしい、死んでたんだ、なにこの部屋、怖い、このマネキンから靴もらわなきゃ、俺、あ、靴ね、マジか、こっちの部屋も絶対行けないってことじゃん、行けないね、もうあとこっちだよ、だから右しかね、行く道、はぁ、ダメだ、こっち行こう、怖っ、危な、靴投げでもね、時間差で反応してきたから、今。なるほど。怖いよ。え、でもここ以外道ないから。なに？え、なに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 ？あ、ここだ。ここだ、ここだ。ほら、すごい。なんかいろいろ出てきた。え、まだ終わってなかったんだ。毒？こんな状況？なんか闇魔術みたいな。ねえ、なんかすごい世界観がすごいな。ノブが作った魔王の家みたいになって。本当だ、似てる。似てるわ。俺の家？うん。ノブくんが前くらいだった家の感じだった。なんでノブライフ削れてんの？あ、さっきなんかかすったっぽいっすね、なんかね、ビリビリちょいちょい当たってるんだ、ここ行こうぜ、ここよっしゃ、ひょー、いきなり、え、飲む飲む飲む、うわ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 、お、楽しそう楽しそう、楽しそうだね、危な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 、でも行きたいの左側だからダッシュでもう行くよ、はいはい、行くよ、オッケー、ま、あ、マジ行くの、開けたらいいよ、じゃあ教官の後ろ、教官の後ろ絶対ついてくわ、行くわ、俺靴拾ってから、うん、行くわ、おっ、教官の後ろついていきます、教官の後ろ、教官ついてこいよ、お前らついてこいよ、なんだお前、うわ、なんかいる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 、ダークソウルの、なんかいる、ダークソウルの変なやつみたいな、ダークソウルじゃん、人影みたいな、あ、今日もう閉まっちゃった、ね、教官寂しいから、ね、教官寂しいから来て、いいか、うわー、怖い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 、怖っ、結構怖いなこれ、え、こっちだ、こっちなの教官、道大丈夫これ、だってこっちだもん、行ってないとこ、あー、なるほどね、あ、ほんとだほんとだほんとだ、何も確認しないで入ってきちゃったけど、ここだ、ここ入ってたらマジ終わってたな、ほんと、やばいね、この部屋、逆に入ってほしかったな、なんか一人ぐらい
なんか工事してる。ねえ、あれってさ、爆発するんじゃないの？絶対ダメでしょ。いや、やめた方がいいって。あいつに靴ぶつけていいの俺。え？お？え？あ、あ。え？いや、それはまあ、俺じゃないでしょ。俺じゃないでしょ、今。今、坂本君が起爆したね。俺じゃないと思うわ、今。あー、やばい。え？インポスターだ。俺インポスター。確かにステージと似てるけどね。うん。犯人はこいつです。はい。犯人、犯人、犯人はこいつ、犯人は、こいつです。こいつがやりました。白骨化してる。話じゃねえかよ。これ、ノブ君のお父さん、これ。お父さんや。一家でここ来てたのね。お兄ちゃんだった。色やべえじゃん、この部屋。絶対なんか電撃みたいな、なんかそうじゃん、これ。電撃。怖いね。持ってる人やってよ。あ、今、一応、投げ込んだんですけど。あ、じゃあ大丈夫。こっちは。マジっすか。あっちはどうなんですか。え、勝ってるよ、こっち。あからさまにやばいんだけど、こっち。ほら、だってこれから死ぬ人いるじゃん。あ、これから死ぬ人って言わねえ。生き残るかもしんないじゃん、あれ。いや、これ絶対やばいって、これ。どう死ぬのか見てやろうぜ。やばいかな。え、どうする？どうするこれ。あれ？なになに？え、なになに？なに？どうしたの？え、ノブいる？ノブいる？え？あれ？ずっとニューフロア。いるよ。ニューフロアへの道を見つけたって。え？あー！なんか上に飛ばす。あ？サルト！え？真ん中に、真ん中サルトの上に。うわー！ゴールだったんだ、これ。じゃあ、トモちゃんも。そうなの？わかんないけど。この感じゴールじゃない？おい。でも5分の2だから、これはあと3。楽しい道か。おっしゃ。あー！3個とか。あと3フロアやるんだ。来たなぁ。上に上に行けばいいんだ。どんどん難くなってくんだな。サクサクいっちゃいます？もうこれ。じゃあ、カードから行くか。マジ、初見でくれじゃん、ほんとに。どう行く？どう行く？行きましょう。なんかちょろそうじゃん。うぅー。なんだ誰なのこれ一体。これから死ぬ人？里見って書いてある。いや、俺じゃねえよ。書いてねえよ。火起こし。俺だったかこれ。俺かな。ちょ、重なってみろ。あれ？俺だ！どうしたらいいの？どうしたらいいのこれ？同じことしてこの影の人と同じことしてる。同じことすればいいの。同じことしてる。同じことするわ。しゃがんでしゃがんで。本当に俺になっちゃった。本当に俺になっちゃったこれ。どうする？どうするのこれ？なんか降ってきてる。なんか降ってきた。なんか降ってきてるよ。あれこれ。え？やばい。ちょっと開けてここ開けてここ開けて。鎖が飛んできたわ。残酷な死に方やな。何殺されたみ。怖。嘘だろ？え、俺の靴も回収してくれないのこれ。いや、これ絶対開かないんだじゃん、もう。そうだ。マジかよ。騙されたわ。恐ろしい。俺だって、本当に俺になっちまったよ、あの死んだやつ。透明なやつ。里見くんどこにいるの？ちなみにどうなった今。俺今ね、教官の頭上から中見上げてる。眺めてる。三人称。いやー、尊い犠牲だったな。別に靴を投げればよかっただけの話だ。これ、里見くんずっといないってこと？これ。そうなるそうだよ。クリアしてくれよ、もう。復活でやろう。見えてる。いや、でも。なんかね、復活システムあったと思うよ、確か。あ、そうなの？蘇生させてんじゃん、俺。これ、絶対マグマ、絶対死ぬじゃん、これ。ちょっとサウナ気分でいかないといけないんじゃない？そういうの。確かに。はい。ちょっとあったかいな、ぐらいな。見たい。いや、これはまずい。さっぱりわかんねえ。これはまずい。クレーンが暴走してるから、あいつやろうな、やったの。靴欲しい。おそらくあいつやろうな。いや。大丈夫？大丈夫なのそれ。いや、でも俺靴が欲しい。見たいじゃねえ。死ねえよ。今間一髪でしたよ。そこの道全然進めそうだけどね。でもクレーンあっても答えあるんじゃない。これも絶対しずきちゃん。これ答えてる。俺包帯あったのに使う間もなく死んだわ。あ、里見くんのゲージが終わってる。確かに終わってる。なんであいつチェックしねえで進めるんだ。え、そこそこあたりやばくないとか。大丈夫。確かに。これ絶対落ちたら死ぬやつでしょ。一回靴やこれ死ぬでしょ。危ない。確定のやつ。だんだんさ、この確定のやつに靴投げすぎてもさ、もう靴履いてる人今。確かに。3人しかない。3足しかない。確かに。ねえ、これやばい。靴補充しないとダメだ。じわじわと削られてってる、靴が。2連続はないでしょ。ないよね。そうなの？ちょっとないでしょ。2連続ないでしょ。そうなの？そうなの？いや、待って、いいのそれ。ないんだったら靴温存する意味ないじゃん。確かに。こっちももう開けちゃって。
おお、なんか動いたよ。なさそうだよ。え、あれ蘇生読めかった。え、蘇生やったー。サトミくん復活。やったー、会いたかったよ。蘇った俺が全然わかんない。やったー、やばい。え、なんで読めかったの今。元気、こっから出てきたんだけどめっちゃ元気だよ。サトミくん俺より HP 高いじゃん。なんだったら生きてる時よりも回復して読めかったよ。なんか健康になって読めかったわ。やりがてー。でも俺の命みんなのために使うわ。靴なくなったら俺が行くわ次は。靴あるよ、ここに。靴ある。はい。なんかすげえ怪しい音になってるけど。うわ、なんかいる。え、何あれ、レッグさんみたいなやついんじゃん。おい、うわ、これあのヘビーも知ってる。何あれ、でもかっこいいな。かっこいいね。あれなんかちょっと中で見てみたい気もしたな。めちゃくちゃかっこいいじゃん、あいつ。ね。何それ、リヴァイアさんじゃん。うわ。リヴァイアさんか、こいつ。わかんない。リヴァイアさん。どんな死に方か全然想像もできん。これ歴史だ。あ、いや違う。え、あいつに食われるってことか。なんか魚増えてる。あ、違うか。てかさ、この奥の部屋もやばくない？地獄の部屋じゃん、あれ。確かに。確かにね、見えてるね、透けてるわ。やばそう。なんか。え、じゃあこれもう、後ろしかない。ここだよ、もう。ここしかない、もう絶対ここや。あ、絶対ここだ。え、違うよ。絶対ここ。さとみ君、ここ。さとみ君死んでたから知らないかもしれないけど、そっちから来たから。あ、そうなの。どういくこれ、どういく。こっち潰さない。こっちもあと2人しかない。こっち怪しい気しますけどね。うん。あ、そっち、そっち、そっち。うお、あー、やばそうだ、怪しいかな。靴いきます。靴何個、靴何個ある。じゃあ靴いきます。あ、いいよ、4足ある、4足。あれあれ、え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 、落ちた、落ちた、いける。いや、え、え、なんもなし、なんもない。いや、ここにあります。あ、本当だ。あ、履けた、履けた、履けた、また履けた。待って、待って、待って、これ何？え、何？おー、なんもない、なんもない。いや、これ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 。うわ、うわ、うわ、トラバサミ。トラバサミじゃん、トラップだ。痛いんだけど。これ、またノブくん。食らったのノブくんなの。あいつ悪いやつだな。でも、行ける道、左しかない。死なないけど、HP が削られていく。それなくなったら死ぬよ。やばい。え、でもさっきとなんかゴールの感じ違うよ、これ。はい。こういう時は、さやな。あれ、靴いけんじゃん、これ。でも、左のアイテムあるよ、でも。包帯ある。あれ、いけ、いけ、包帯取っとけよ。あ、包帯ありますよ。どうぞ、包帯、ここ。いけるじゃん。はい。あ、でも、ダメだ、もう全部いっちゃったから。わーいって。え、道、え、ここは大丈夫な道か。ここ何にもなかった。何にもなかった。この、こっから先っすね。うん。ここか。やばい。マジかよ。おー。大丈夫そうじゃね。うわ、うわ、何やる、何やる、どんな、どんな、どんな、ミサイル。電気じゃん、電気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 。うわうわ、これは無理っすよ。これはいけない。タイミングよくジャンプしてったらいけんじゃね。あー、でもいけるかもしんない。どこに行く。ビジョンしか見えない、これ。正面、正面か、右。右は確かにいける気がしてきた、この感じ。この真ん中の電気の当たり判定どこなんだろう。絶対 HP 低いから死ぬわ。え、これどうする、ここ行く、これ。すごい揺れてる。さんすごい。正直、正直、別に行かなくても右から回れるよ。そうだよね、こっちから行けるもんね。一番奥じゃない限り。あ、出た、これ。ここだって大丈夫だったもん。これ大丈夫なの？落ちたらなんたらっていう。ここだね。そう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 。はい。いや、これ。あ、もう靴ねえよ、俺。俺も靴ねえ。何も履いてない。裸足、裸足、裸足。はいはい、あります。危ない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 。落ちたらどうなんだよ、これ。こんな太い声。痛い。痛かった、よかった。ってことは、ここはもう一個こっちだ。え、なんかキモいの出てきてる。何これ。うわ、ドクロ、ドクロ。ポップコーン。ドクロ？ポップコーン。うわ、ほんとだ。ドクロめちゃめちゃ出てきてる。でもこれじゃ死なないよね。確かに。これじゃ死なない。あそこに靴があります。え、なになに？どんな死に方これは。埋葬されるってこと？埋められんのかな。信じらんね。右行くかじゃん。怖。え、なんか落ちてないこれ下に。え？え、これ何これ？何？ワニだ、ワニがいるんだこれ、水の中に。そういうことは食われるってことか。アイテムかと思ったら。本当だ。ワニがいるわ。こんなピーターパンみたいな。マジかよ。マジかよ。なるほど。靴欲しい。靴欲しい俺も。来てくれ。怖いわこれ。これ確定。もう投げるもないよ。か安全かどっちかだね。もうついに人間魚雷やるしかねえよ、もうこれ。えい、おいし、すげえ、いけるんだ、いけるんだ、それ。これの部屋の隣はありえないんじゃないですか、これは。確か、もしかしたらそういう工事。うわうわ、なん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 、この赤いの嫌やわ、これ。俺これでもさっきそそのかされたもん。
こっちなければ平気じゃね、確定しないでしょ、だってこの形なら。確かに。靴あと1足あと2足か、靴取ってきまーす。あれちょちょちょ、見ただから知らねえっつってんだ。見たい平気だよ、平気ほらと本当だ。え、だからむしろこれ真ん中行ったら上飛ぶんじゃね、そんなことないか。なんかさっきノブがあの、ね、ニューフロアを見つけましたみたいな表示が出た画面に。あー確かに出たわ。こ真ん中行っても平気。あ、大丈夫だ。うわすごい。じゃあ左行こうか、こっち行こう。こっちしかないよね、もうね。知らあれまだ包帯あるんじゃね。うわ何これ、早速ね。やば、これサイコロステーキにされるやつだこれ。危なかった今。え、ちょ、これやばいって、これ靴投げないとやばいよこれ多分。確定詞じゃないこれこれ確定詞だと思います多分。確定詞、靴いきます。開けてさっき開けたら降りてきたけど、え、1階のみ。そんなことない、天井にだってめっちゃあるもん。ずっとあるそう、天井にめっちゃあるもん。ないあれ。うわうわ来た、ほら絶対ダメだった。あぶね、あぶね。ここもいけないんだ。包帯ない人ここにあるからね。包帯ない人、あ、あざーす。じゃあ戻ります。おら、うわーよーし。あ、戻るしかないのか。ここだよ、もう結局したらここか、ここか。でもドクロの隣に。ああ、まあそこそこそこ。これあれだよね、映画でさ、ここの数字が結構キーだったんだよ、ね、あったあった。そうだったそうだった、素数でしたっけ、うん、なるほどね。座標になるんですよね、確か。なんか一応関係あるのかな、じゃあこれ。あ、草ありますよ。え、マジで？どうしよう。うん。ありがとう。どうぞ。あれ、俺取っちゃう。あ、大丈夫大丈夫。え、さあ、すぐ使う。もうでも。いや、怪しいけど。あ、大丈夫。大丈夫そうな。そろそろ見つかんじゃね？そろそろ見つけ。あ、靴？靴？えい。ゴールありそうだけどな。あ、あ、こっちない。あ、ゴールだって。え、あ、本当だ。あったあったあった。あったあった。え？そっち？多分これ。あれ、切りもみしてる。あ、見つけた見つけた。え、まあ、これ爆発すんの？え、何してるのこの人。あ、火起こそうとしてんだ。え、この人何してんのこの人、本当に。火起こしだよ。あ、そういうこと。なんでここで火起こしてんだろう。寒いのもしかして。ちょっとよくわかんねえな。よいしょ。こいつらの気持ちわかんねえ。よし、いい感じ。全部開けときました。全部開けときましたわ。いきなりお前これ、やば。全部開けときました。これはかなり殺しに来てる。きついな。ええ、やばいじゃん、ここ。ここも行けなくない？あれ？あ、ここしか行けない？もう。一箇所だけ？うわ、何これ。大丈夫？靴いけ？行くよ。靴、ほい。はい。ああ、でもダメだ。うん。行ける？あ、でも。いや、もう、いや、無理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 。だって沈んだもん。靴ないでしょ。ほら。なくなりました。じゃあ、こっちなんすかね。どうだ。あ、でも、真ん中は道ありますよ、ここ。うん、若干道あるわ。え、俺、真ん中に落として靴消えた気するけどな。滑る？あ、本当ですか？じゃあ、もう一回も。ちょっとやってみます？行っちゃえ！あ、大丈夫。滑る感じ？あ、滑りもしない。特に。あれ？あ、平気だ。この横は危ないかもしんない。なるほどね。何だったんだろう。うわ、怖っ。おい。靴がもう全然ない。靴ないっすね。気になくなったよ、これ。これはもうワニの部屋か。とりあえずサイドは？うわぁ、どこも怖いなぁ。え、ここ平気じゃね？なんか平気っぽいですかこの部屋。魚眼。ほらーおぉ、なんてことねえさ。平気だ。大丈夫だ。バンブルビー来た、靴来た。ふい来たよ。あれ大丈夫？なんもない。ああ、大丈夫。靴が沈んでる。骸骨がいる部屋は確定で大丈夫？なんか、そんなことある？割と今までそう。あ、でも確かに。え、確かにでも、今まで骸骨いた部屋は。なんかパターンあるのかなって。あー、なるほど。このまま突っ切っちゃうか。うわーうわー、え、でも、里見くんしか行けなくない？え、待って、やめてやめて。どこに行くこのまま。別に行くとこないでしょ。これ、たどり着いても。確かに。ちょ、一旦違う部屋見よう。ちょっと違う部屋見ようか。オッケー。一旦サイド見るか。いやダメです。これはやべえやった。あ、でも、ここさえ逃れる。そうだね。触んなければみたいな。あ、でも斜めに向こう。中出てきた、中出てきた、中出てきたよ。クレーンゲームだ。クレーンゲームだ。そんな可愛い。誰かがクレーンゲームやってた。え、じゃあ左じゃ。え、これだんだん難しくなって。ああ、地雷だ。死に方教えてくれる人。これって一回入ってすぐ出れば靴消費しないですかね。多分いけるかな。まあでも確定のとこだったらその時点で閉まる。うわ、やば。
やばっ、でもバカしない。どうだろう、来た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 、見たい見たい見たい。バカだ。あーマネキンになってしまった。すげえダメージ受けたんですけど。なんでなんで毎回ノブ君だけダメージめっちゃもらうな、それ。なんで選ばれてる。あの部屋行ったら、うん、すげえダメージ受けたわ。あ、レーザークレーンゲーム。あ、クレーンゲームの部屋でね。え、あ、骸骨あるでも。あ、じゃあ大丈夫だ。わーい。本当かよ。お、マジで大丈夫だったんだけど。マジで大丈夫じゃん。え、じゃあとりあえず骸骨は大丈夫説はまだ。骸骨は大丈夫。ありそうだな、それ。あるんですか。すごい、ね、自然がいっぱいだ。なんだこれ、すげえ綺麗。怖いよこれ。こんな自然いっぱいあるところにさ。怪しい。うわ、来た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 。あ、何何何何。え、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 これ三三とかですか？三。三三。でもなんかミミズみたいの出てきましたよ今。え、そう。超でっかいミミズ。これただスプリンクラーでさ。あ、当たってるじゃん。植物に水あげてるだけじゃね。本当だ。ミミズみたいなの出てきてる。水あげてるだけだってこんな。きついな。大丈夫だよ。なるほど。だから。水って。あ、いてて、水つえ、水つえ。うわ、俺死ぬ、俺死ぬわ。ダメだ。これダメだ、やめよう。え、でも、でも、うん、当たらなければいけるよね、これ。まあ、そう、シャー理論もありません、シャー。あ、いたいたいた。いててててててて。回って。お、すごい、共感が。お、すごい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 、共感すごい。さすが。いや、待って、ミミズ注意だ、ミミズ注意。ミミズ怖すぎる。ミミズ怖すぎる、マジで。どこまで行きます？あいつ。ここ、ここ、やばい、ここ。え、近いよ、結構。ここ開けて。やばい、水来てる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 。あ、爆発するよ、それ。これだから、おお、近づいて、はい、素晴らしい、素晴らしい。離れて、離れて、離れて、離れて。え、これ、クラーナ？怖っ。多分大丈夫。離れて、大丈夫。おー、ナイスー。ナイス、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 ナイス。包帯あるよ。ここ、包帯ありますよ。うわ、ノブ、ノブ、ノブ、包帯。包帯、今、ぐるぐる巻いて。死にかけやん。うわぁ、里見ルームかよ。ここに。ここ俺ルームって言うやめろこれ。両平さんの家だ。ここに繋がってんだ。俺じゃん。あれっマイクラの両平さんの家だ。俺んちか。両平さんの家じゃん。これ両平さんにとも言うんだよ。俺んちはちょっと。俺んちは防犯やべえから。でももう俺んちしか行くとこねえのか。もうこうなったな。俺んち戻ってしたっていうルートもあるけど。いやこれは。あ、行った。出たわ。即死じゃないんだ。待って、登れるの？登れんの？え？登れなくない？登れない？ちょっと待って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 。リョウヘイさん！どうする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 。え、それさ、こっち戻ってこれんの？え？蓋閉まってる状態で戻ってこれんの？それって。一応来た。蓋閉まってる状態は。ちょっと怖くない？どうなんだろう。確かにダメかも。あー、すっごい焼き鳥の匂いめちゃめちゃする。良平さんの焼いた匂いだね。いい匂いだろ。すごい焼き鳥の匂いする。さん鳥だったの。すっごい匂ってるわ、本当に。あれ来た。あ、いけた。待って、やばい。やばい、この部屋絶対違う。絶対違う、この部屋。この部屋絶対。助けて助けて助けて。おら、なになになに。あー、ノブ君死んでる。なんでマジかよ。待って、トモ君、これこの先ここをくぐり抜ける選択肢もあるよ、奥まで行く。行きます、行って右曲がりますか、そしたら。ちょっと、蘇生させたいな。そうですね。よし。ましゃ。頼むよ。え、何それ。これ何？どうしたら、あ、え、それ、どうする？クレーンの横に当てた。金庫。上に行くか右行くかどっち行く？まっすぐで、まっすぐしかない道も。まっすぐっすね。まっすぐだけだ。やばい。あ、回復ある。大丈夫。うわー、バチバチしてる。いや、もう行くしかない、俺が行く。ゴー。で、右曲がるしかないね。右しかない、ここしかない、ここしかない。すげえすげえ、さすが、スムーズだね。うわ、真っ白。目つぶし。真っ白。危な、目つぶし。なんか方向感覚が。これがフラッシュ、カメラで。あ、撮られたの今。パシャッと。なるほどね。え、なんか、ともかくやばい。なんか、想像してる一箇所だけ。見てなかった、危ない。骸骨いんのに仕掛けあったよ、今。あったよ、次のフロア。あ、でもみんなの蘇生エリアがない。蘇生エリアは蘇生エリアであるの、これは。蘇生部屋がさっきあった。そういうことか。なんか蘇生部屋探すか、このまま。部屋も近そうだしな。うわ、これ絶対やばい。え、これ触ってるともくん、ちょっと手分けして進もう、ここは。オッケー。いや、待って、手分けしていいのか、これ。なんかね、四隅にね、斜め、危ない。危ね。危な。積もってよかった。こっちしか行けん。これ次のフロア行ったら復活とかない？あ、行ってみます。え、ちょ、行ってみる。ちょ、ともくん行ってみてよ。行ってみます。あ、でも俺も行かないと買わねえか。行った。
あ、来た、復活ある、復活ある、復活した。ほんとほんとほんと、行こう行こう。復活した、復活した、やった。お、ナイス、ナイス。あ、でも、ノブくんが。あれおっちょい様なのこれ、復活。なんで、ね、でもダメなの、お一人様なのこれ。マジか。任せろ、任せろ、ノブ。俺たちで。共感がいれば大丈夫です。俺たちで。そうですね、今、5分の4だから、あともう1フロア。持ってるんで。おお、ここにでもさ、もう一箇所ぐらいあるんじゃね、復活のポイントないのかな、ね、ありそう。復活ありそう。復活エリアはね、この斜めの箱があるの、うんうん、そうだよね。なるほど、あ、これか。そう、なるほどね。おお、あ、出た、ホールガイズじゃん。またホールガイズ。ホールガイズ、ここの道行かなくてもいいんじゃない。でもぶっちゃけ安全な道ありそうだけど。どう、うわー、あ、でも四隅通れば。あれ、これさ、ね、トラップだ。あ、これは全然いけるわ。ないっすか。いけるいけるいける。どっち行く、右か左。うん、左。これパンチできないの、このパンチ。左。怖いパンチ。おお、敬礼してる。何この、白いやつは嫌だよ俺。白いやつ嫌だよ、マジで。さっき閉じ込められたからね。ドクロもアイテムもないよここ。あ、でもなんか良平さんが形踏み込んでたけど大丈夫だって。確かに大丈夫。足踏んでたけど今。あ、え、危ねえ、危ねえ。いやー、怖い怖いわ。あー、人に繋がんない。やばい、大砲そっち向いてる。危ない、危ない。いった。とんでもねえ仕掛け出たな。すげえ仕掛け、半端ねえ仕掛けあったな。え、でもあいつさ、単発でしょ。あ、かも。そうだね。でもなんかどうしたらいいんだろう。え、でもここ骸骨あるよ。あ、じゃあきっと大丈夫。おお、すごい強気。すげえ、骸骨の信用度高くね。骸骨ありすぎ、信頼しすぎじゃねえ骸骨。うん、お兄ちゃんありがとう。お兄ちゃん、お兄ちゃん。ああ、うん、なんか出てる。なんかいるね。でも復活もなさそうだし、もやもやし、別に行く意味はない。あ、危ない。復活なさそうだね、こっちはね。そうですね、うん、そうだね。うち行こう。え、なんか人の声聞こえるよ、この部屋から。え、嘘、うめき声聞こえた今。これから死ぬ人。なんかいい。あ、あ、え、これから死ぬ人だ。なんやねん、今の上から落ちてきたのこれ。金とこ、なんなんこれ。これ死んじゃったってことか、ここで。ね、これさ、もうこいつが死ぬ前に行かね。あ、あ、やばい、あ、ぶんない。あ、あ、すごい、ここもデンジャラスな部屋か。うわ、いてててててて、行けんの。やばい、行く。ともちゃんの HP がやばい。俺も来ちゃったよ。危ない。りょうへいさん、そこの部屋ってなんかある、後ろ。確かに、それ見るか。あー、大砲だわ。大砲の横っすね。大砲一回撃たす…あ、大砲の横…大砲部屋に…もうでも撃ってるから。危ない危ない危ない、そこ、そっちハサミ向いて。え、じゃあ大砲部屋で合流すればいいんだっけ。部屋自体は…え、なんかプレゼント、プレゼントがある、風船に。え、絶対やばいやつだよあれ。え、暴れた。おい、うわっ、危なっ。危ねえ、あぶ…え、何の条件で割れた今。包帯あるかな。いらっしゃいませ。何割れた今。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、これ絶対何もない。俺、両平さん信じて、ここ絶対何もない。言うてんやだから、その靴俺がもらうわ。だからもう靴あげる前に言え。え、これ靴俺もらえないんだけど。なんで、マジか。何もらおうとしてんだよ。待って待って、え、これこれこれさ、やばいやつじゃない。上だったら痛い。え、なになになに、ちゃんと。もう、あれ、えぐ、あ、その死に方えぐ。落とし穴なんだ。あ、串刺し。下から上に伸びてくんのか。ちゃんと、もう見てなかった。もう一人一回らせなきゃいけないやつができしまった。やばい、どうするこれ。こっちは共感コンビ、共感コンビ、共感。これどうしますかこれ。二人を生き返らせて脱出すんだよ。まあ、どうした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 。すっごいブルブルしてる、すっごいブルブルしてるよ。え、すっごいブルブルしてる今俺の画面。うわ、全然変わってないけど俺。さとみくんがブルンブルン。マジ。え、でもさこれ、あー、でも行く価値あるなこっち。あ、でも靴投げれる、俺靴投げよう。あ、でも骸骨あるから大丈夫なんです。そうだ、ほんとだ、骸骨あるじゃん。あ、靴って投げたら回収できないのこれも。できるよ。あ、できる。あ、そうなんだ。こっちだともうなんもないもんな。回収してんじゃん、履いてんじゃん。そうやな、うん、こっちだ、 こっちこっちだ、こっちしかないですもん。蘇生ルーム来い、蘇生来い。うん、違うか。あ、でも怖いな、怖いな、このルーム。骸骨あるから大丈夫。おい、あー、あー、出た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 。靴回収しましょう。じゃあ教官、教官後ろ見て。何これ、何これ、教官やだやだやだ。教官逃げて。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、マヨけれる。教官、あの間、あの間くぐったらよけれます。教官、オッケー、分かった、任せろ、任せろ、いくよ。よける、絶対よける。私はミラージョボビッチ、私はミラージョボビッチ、私はミラージョボビッチ。うわ、教官。
死んだ教官死んだマジかマジかよ一人ぼっちになっちまったもん骸骨でも即死あるんだわぁ同じ一人になった瞬間あマジかよすごい面白い面白いけど最後泣かれるように死んだいやこれも完全に範囲は骸骨よ